イロモゼノプロです。よろしくお願いいたします。今日は現役の声優さんとコラボするということが、待って、めっちゃ緊張してる喋れない今日は現役の声優さんとコラボするということになったので、早速お呼びしたいと思います。お願いします。はい、皆さんはじめまして、声優の長谷川玲奈と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゼノプロらしからぬすぎるだろ、綺麗だよね、画面が、ね、いや、そうなんよ、花があんのよ、ね、まるで私が花ないみたいなのやめてよ。で、うちの視聴者さんは結構声優さんを目指してるって方が多くって、うん、でこの現役の声優さんに今の声優さん事情とか、はい、実際に目指された時の苦労とか聞けたらすごいいいなと思ったので、今日はいろいろ質問させていただこうと思います、はい、お願いします。よろしくお願いします。 NG だった NG わかりました普段は声優とタレントとして活動させていただいておりまして、現在放送中のアニメだったり吹き替えとかタレントの YouTube 活動とかもいろいろマルチに活動させていただいております。元48グループのアイドルって聞いてたから年上なんだろうなって思ってたんだけど、まさかの20歳。はい、20歳になりましたいやでもその落ち着き方というか、こう佇まいが僕ら24と25なんですけども、はるかにオーラというか佇まいがもう頭抱えるじゃあ早速なんですけど、はい、今日初対面で緊張してるの で、ね、レナポンって呼んでいいですか？あ、もちろんです声優さんになるとして学生のうちにやっといた方がいいよっていうこととかあったら。私自身がもともと学校に通っていたわけではなくて、声優になってから学び始めたんですけど、やっぱり基礎という部分は、まあ、できてて当たり前なので、現場に出る上では、地味なことこそ学生のうちにちゃんとやっていた方がいいなとは思います。なるほど、呼吸法とか。そうですね、滑舌もそうですし、表現力とか対応力も必要になってくるのでそういったところを意識しながら学生生活を送るとまた別なんじゃないかなと思います。20歳だよ、これ事前に質問聞いてました聞いてました、自分で聞きました人生2周目だよね。アイドルから声優さんになるっていうのを決めた時、いろいろ大変なことあったと思うんですよ。でも結構今の声優さんの中ではアイドルから声優になったって方が結構たくさんいらっしゃるんですけど、やっぱりどこかちょっと偏見を持たれたりとかすることが多くて、そういった部分ではやっぱり自分の実力の方で成果を上げないと認めてもらえないんだなっていうのは分かっていたので、アイドル辞めてからはとにかくたくさん実力をつけるための技術とか小手先を勉強するようにしております。自分たちが恥ずかしくなりますよそんなことないですよちょっとモザイクかけたいもんね。いや48っていうのがやっぱり国民的アイドルのグループだったので、うん、すぐ話題になるというか、そうですね、48の子が声優になったみたいな、またかよみたいなこともすごい言われたんですけど、私もネットニュースで見ました。そうですよねまだ声優として活動してない時もプレッシャーと戦うことになったのと、やっぱ恐怖があったんですけど、まあそこは実力で、いやー、かっこいい、すごい、いやもうこれからなんですけれども頑張りたいと思います。いやもしね、まあ、いないとは思うんだけど、今日初めて知ったっていう方がいたとしたらさ、うん、今推しになってるよね。いや僕ら自身すごいアイドルがすごい好きな、あ、そうなんですね、はい、一本芯が通っとるというかこういうね、プロ意識高いアイドル大好きなんで嬉しいじゃあ、はい、これがね、私一番聞きたいなって思ってたことなんですけど、はい、今アイドル声優ってめちゃめちゃ多いじゃないですか、はい、アイドルも声優さんもやられてる身として、はい、アイドル声優さんに対してなんか思うこととかってありますか？いや、レベルが高いと強いように思いますね、はい、やっぱりそのアイドルやってる時からもちろんアニメも声優さんも大好きで、うん、見ていたんですよ、ライブ映像とか。いやいやいや待てよみたいな声も可愛い上に表現力もダンスもできるんかいと思って、うん、いやこれはレベチだなと、本当に今の声優さんすごすぎて、本業のアイドルしてた時もちょっと一瞬本当負けたって思う瞬間も多々ありました。私も憧れの存在ですので。例えば誰とかってありますか？うわー選べないですね、本当に選べないですけれども、でもやっぱりその声優アイドルっていうのを一番最初にバーって見たのがラブライブだったのであー、まず拍手出ちゃった。
ラブライブの声優さんの皆さんはもう本当神様のような存在だなと思います。いや実は私たちめっちゃラブライブ好きで。そうですね、やっぱその48グループの子もすごいミューズ好きな子多いじゃないですか。多いですね、はい。なんかそれだけで私嬉しかったんですよ。あ、そうなんですね。アイドルに認められるアイドルみたいな。こう世間だと声優アイドルとか知らない層からするとどうしても同一視されがちな気はするんですよね。やっぱそのプレッシャーって絶対ありますよね。そうですね、うん、ありますね。当時はもう本当負けてらんないぞと思って頑張ってはいましたけど、心の中で負けてるなと思ってました。いやもしその声優アイドルやらないかって言われたらどうしますか。その今アイドルプロジェクトの方に参加していて、時々そっちにキャラクターとして演じることがあるんですけど、そういった部分で私すごく好きで、なんかキャラクターになりきってステージに立ってるみたいな、うんうんうん、歌う時もそのキャラクターボイスだったりとかしてるんですけど、いざなんか長谷川れなですっていう状態でステージに立つっていうのが正直まだあまり好きではなくて、そういった中ではそのキャラクターを通じてステージに立てるっていうのはすごいありがたい環境だなと思ってます。ステージに立ちながらもやっぱちょっと演じてる部分があるっていう。そうですね、意識はしてますね。この子だったらこういうこと言うだろうなとか、こういう表現だろうなっていうのを、めっちゃ素敵思いながらやらせていただいてます。めちゃめちゃ今僕らのストライクゾーンに刺さりまくってる話じゃないですけど。やばい。でもすごい楽しいです、演じてる時も。わあ、素晴らしい。やばい、好き。実際声優さんとして活躍されてるレナポン、キャラクターオーディションってあるじゃないですか。 ありますね。どんな雰囲気なんですか。あ、でも最初はそのボイスの一番最初のオーディションがあって、その時はもうほんと自分で原作読んでキャラクターの顔とか表情を見て作り上げて演じるっていうのが一番最初で、そこから関係者のスタッフさん、制作の方々が、あ、ちょっといいなって思ったらスタジオオーディションがあって、結構そこで対応力を見られてる気はしますね。なんかディレクションって言って、私が泣きの演技をした時に、そんなに泣かなくていいんですよねって言われた時に、どういう風に演じるのかとか、そういうところを見られてる気がすごくしてますね。ボイスが合ってるっていうのもそうなんですけど、まあその子の演技とか多分何かしらいいところがあって選ばれるっていうことがほとんどなので、なんかボイスだけでチャレンジするってよりかは、当初のキャラクターをまあ想像とか一番イメージできてる方が分かりやすいのかなと、今のところ思ってますね。あらかじめこの作品のこのキャラクターの役ですっていう形で応募されてるんですか。これ事務所によるらしいんですけど、私の場合は3キャラぐらいオーディション受けれますよって言った中で、所属の人数が少ないので2キャラまでいいですよって言われて自分で会うのを選んだりとか、たまにその指名でオーディションもあるんですけど、大体は選ばせていただいております。へー、はい、面白いね。面白いあんま言っていいのか分かんないんですけど、割と全然ダメだなみたいな思ったキャラクターがスタジオオーディションに残ったりとか受かったりとかっていうのがありますね。あ、でもそれ結構さ、うちらの YouTube でもない。確かに、この動画あんま面白くないなって思ったやつに限ってバズって、そうですよね。逆に多分力が抜けていい感じになってるのかもしれないですかね。なるほど。前やってた作品のウィクロスディーバーライブっていう作品があったんですけど、あの私犬宮ララちゃんで出演していて、ララちゃんも実はオーディションにいなかったキャラクターで、あの違うキャラクターを受けていたんですよ。でその受けれるキャラクターの中にもカードジョッキーっていうユニットがそもそもいなくて、そのウィクロス受かりました、嬉しいです、ありがとうございますって言ったら、犬宮ララちゃんって子で私受けてないですって言ったら、現場に行ったプロデュースの方がすごい雰囲気と声が合ってると思ったので選ばせていただきましたって言っていただけて、割とその受けたキャラクターじゃないもので受かることも多いとは思います。いや、そんだけね、アイドルだったり声優だったり YouTube だったりって挑戦されてると思うんですけど、はい、そこまでいろんなことに挑戦しようって思う活動力っていうのがそもそもすごいと思うんですよ。それこそ今その3つって、自分たちもさらに若い世代の子たちが一番やりたい職業じゃないですか、うん、そうですね、まあ、3つとも経験されてるわけで、めちゃくちゃすごいと思うんですよ、うん、本当に、うん、そうですねすごいですね。いや、人類に何人いるかいないです本当にめちゃめちゃ憧れですよ。嬉しい。でもそうですね、まあ、私の場合なんですけど、ただ単に楽しんでるだけなので、うわーかっこいいスタンディングオベーション言いたい。好きなものを
職業にすると続かないとか良くないっていうことが多いと思うんですけど、うん、私はもう好きなことを職業にできてすごく幸せですし、そういう私の幸せな部分を、まあ、応援してくださってるファンの皆さんがさらに幸せをくれてるというか、うん、応援してますよって頑張ってる姿が本当に自分の活動力になってますっていうコメントをいただくたびに、心の中では楽しんでるだけなんだけどなっていう風に思ってるんですけど、自分が楽しんでることを伝えられないと人に伝わらないじゃないですか、うん、まず自分が楽しむことが一番だなと思っているので、どんなことをまず楽しむことを意識してお仕事させていただいております。多分アイドル時代もすごい苦労されたと思うんですけど、もう今その時から応援してくださってるファンの方々がこの話聞いて多分泣いてる、いやでも不満でしたね。アイドルから声優、もともと声優目指してるっていうのはファンの人には言っていたんですけど、うん、アイドル好きで声優好きの方ももちろんいると思うんですけど、まあ、どこかちょっと壁があるというか、うん、踏み込みづらいラインではあったと思うので、なんか不安な道に応援してくださる方をちょっと引きずり込むというか、自分も申し訳ない気持ちでいたんですけど、なんかやっぱ結局声優に今なって活動していても、アイドル時代から応援してくださってる方も今を楽しんでいただいているような気がしていて、うん、うわーなんか泣けるないやでもなんか声優になってからファンになってくださった方も、むしろ私のアイドル時代を知らないとか、アイドルやってたんですねって言われる機会が最近ありがたいことに増えていて、そういった中では少しずつ声優さんとして認められていっているのかなって思ってすごく嬉しいです。うわめっちゃ話せてよかったです。よかったです、ありがとうございます。心めちゃめちゃ現れた。いや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 、見られ方も変わりますよね、もともとアイドルやってたってなると。だプレッシャーにもなるけど武器にもなるような気もするし、うんうん、だそれをうまく扱われてるなって感じがします。もう利用しまくってというわけで、たくさん質問に答えていただきありがとうございました。いやなんか本当に小さい頃からずっとアニメが好きなんですけど、うんはい、こんな機会が来るとは思ってなかったのでめちゃめちゃ今幸せで、嬉しいです、ありがとうございます。これからもちょっとレナポンのこと、はい、押させてください。あもう頑張ります。はい、押しに恥じないようにいただきたいと思います。というわけで概要欄にレナポンが出演しているヒュースタのチャンネルも貼っておくので、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画で少しでもレナポン多そうって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄に2回目、どうしよう、2回目なの、2回目だね、どうする、ヒュースタに貼っておきますんでみんな見てください。見てて、向こうでもコラボ動画上がってます。過去の自分を壊せ、かけろこの待って。